皆様、こんばんは。モノコチャンネルです。うちのリビングに、住み着いてしまった魔物の爪研ぎで家具が傷だらけです。なので、猫さんが好きな爪研ぎランキングを紹介しようと思ったのですが、今回も皆様と一緒に心霊映像を見ていきたいと思います。海外で話題になった心霊&恐怖映像を5つ集めてまいりましたので、ぜひともご覧ください。それでは見ていきましょう。これは、とある廃校へ、肝試しに訪れた若者たちによって撮影された映像。好奇心旺盛な彼らは、どんどん遠くへ進んでいく。この後、若者たちは、廃校の中でも特に恐ろしいと言われている、教室へと足を運ぶのだが、お分かりいただけただろうか。少年らが噂の教室を発見し、室内へカメラを向けると、そこには首から上のない人影がこちらへ向かってくる様子が記録されている。この様子だと少年たちは人影に気づいていないようだ。この少年たちが今も無事に過ごせていることを願うばかりである。コロンビアのとある場所で現在も運営されているスポーツジム。この場所は不可解な報告が多数上がっている巷で話題の施設だ。防犯カメラの映像にその不可解な映像が記録されたとして、従業員が TikTok へ投稿。トレーニング器具が一人でに動き出した。Y de esto hay una segunda toma. Ahorita le muestro la segunda toma. Y hay cosas que no se ven en la primera. Échale ojo. Ahí. Mira eso. Mira eso. 画面右下のボールのようなものが一人でに転がり出し、ここから事態は悪化してしまうのだ。いかがでしょうか。彼が施設内で起こる奇妙な現象に気がつき、その場を去ろうとした時、何者かが彼の右足をつかみ上げたように見える。倒れた後もずっと引っ張られ、彼は急いでそこから逃げ出します。別のカメラには彼が急いで従業員に助けを求め、状況を説明している姿が映し出されているのだが、この様子では信じてもらえていないようだ。この動画が拡散され、CG やワイヤーではとの意見も少なくないが、真相はどうでしょう。皆様のご意見もお聞かせください。
have with me Kieran McCollum and Lucas. アメリカの YouTuber、コナーダズアドベンチャー。さまざまな場所へ冒険をする少年たちのチャンネルに、2016年、見た人を驚愕させる恐怖の一部始終を投稿した。彼らは柵を乗り越え、立ち入り禁止のトンネルを探索します。しばらくすると、彼らは不自然な物音に気づき、何かの気配を感じました。お分かりいただけただろうか。トンネルの奥から人のような影がこちらに向かってゆっくりと向かってくるのです。少年たちはすぐにそこから離れます。ゴー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 ニャー。無事トンネルの出口までたどり着き、一行は一安心するのだが、再度トンネルの方向を移すと、あの人影がすぐ下まで迫っていた。少年たちは慌ててその場から逃げ出すのだが、なんとその人影はすぐそばまで追ってくるのです。なんとか逃げ切り、動画は終了する。つまるところ、ホームレスや不法滞在者がトンネルに住み着き、若者が冷やかしに来たので追いかけてきたというのが実際のところだろうと私は感じるのだが、いかがでしょうか。海外の治安が悪いエリアなどでは、家を少し開けているとホームレスが住み着いてるというようなことも珍しくないのだとか。トンネルで少年たちを追い回す人影の正体は果たしてホームレスの仕業だったのだろうか、それとも人ならぬものが現れてしまったとでも言うのだろうか。これは RC ファン TV さん一行がカンボジアの廃屋を探索する映像。現在は廃墟や廃屋が立ち並んでいるのだが、もともとは墓地があった。もともとここにいた住人は何年も怪奇現象に悩まされ、最終的には謎の病を患い退去してしまった。入り口への階段がかなり腐敗していたため、トタンをよじ登って窓から潜入を試みるのだが、いかがでしょうか。ファン TV さんらが窓から侵入しようとした直後、窓から青白い顔が現れ、彼らを睨みつけているのだ。彼らはすぐにその場を立ち去り、探索は中断された。窓から覗く顔、その廃墟に住み着いていたものは一体何だったのでしょうか。
これは2015年 YouTube へ投稿された映像。撮影者らは廃墟に潜入し、そこでキャンプを楽しむ姿がカメラに記録されている。なぜこの場所でキャンプをしているのかは不明。この後、廃墟を少し探索するのですが、そこで不可思議なものを目撃することになる。強っ。お分かりいただけただろうか。撮影者が廃墟の中を進むと、出口のあたりに人影のようなものが確認できる。すぐにその後を追うも、その影の姿はない。この廃墟に現れた人影は誰かのいたずらでしょうか、それともこの世のものではない何かだったのでしょうか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。